五輪の豊かさを実現する言葉。六、無限の存在。危機物語。私は無限の存在です。私は自分の欲しいものを何でも想像することができます。あなたが無限の考えを実践し始めるとき、以前の自分の考えがまだ自分の現実を想像していることに気づくこともあるでしょう。あなたは自分の新しい無限の考えを送り出しているのに、まだ自分の過去の制限された考えの結果に出会うかもしれません。しかし、一晩で結果を見ないからといって、がっかりしないでください。次第に古いパターンが去って、あなたは新しい考え方の結果を経験するようになります。地球次元では、直線的で連続的なやり方で物事を実現することを学びます。あなたは、自分が欲しいものを考えるようになり、それから、それを再び考え、そして、それを試してみるようになります。地球次元は、特別な場所であり、地球という場所のおかげで、物事が自分の周りに実現する前に、自分の思考を明確にすることを練習できます。何が可能であるかについての自分の考えを拡大してください。そして、まだあなたにそれを想像する技術がないとしても、心配しないでください。というのは、自分の考えを拡大するにつれて、自分が夢見ていることを実現する能力もまた発展するからです。自分の想像力の地平を拡大し、新しい領域を開き、自分に可能だと考えていることを超えるにつれて、あなたは、ますます、無限の豊かさへの道を開くのです。それでは、これから、アファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いていい気分になっています。吸う息に乗せてこの言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せてこの言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。私は無限の存在です。私は自分の欲しいものを何でも想像することができます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 。